雷神で活躍する格闘家の朝倉美三31イコール JTT 概要化自身の YouTube チャンネルを更新。現在のスパーリング映像を公開。さらに7月28日日曜日の超雷神3での平本連豪機会戦に向けてなんと作戦を明かし大復活してベルト取りに行く1ページと力強く意気込んだ。 すでに過去最高の仕上がりになってきてるという未来。俺の中で平本戦は準備運動というかそんなに重きを置いてない、と余裕を見せる。続けて、平本は急成長はしてると思うし、キックボクサーにしたら確かに腰は強いと思う。特に四つ組とか刑事レスリングの上半身に対するテイクダウンには強いんだけど、足系はマジ弱いなと。簡単にテイク。 ダウン、取れる、と足へのタックルには弱いと分析。打撃に関しては、めちゃめちゃ速くてうまいけど、倒されないだろうし、もちろん、俺も、打撃で倒しに行きます。平本は、中間距離がうまいんでガンガン攻めてやろうと思ってる。逆に中間距離で戦うとテイクダウンも成功しづらいと思うし、近い距離もどんどんやったりプレッシャーもかけてったり、 作戦を言っても勝てるぐらいの実力差あると思ってるんで、と打撃のプランを明かすほど、絶対的な自信を見せた。そして今後の展望については、平本は簡単に倒しつつ、大晦日俺の中ではクレベル、小池、とやりたい。それか鈴木千尋と金原、聖徳、選手の敗者。その後、大復活してベルト取りに行きますんで、 そこも含めた物語の1ページということで、7月楽しんでもらえたらと思ってます。と7月の平本戦から大晦日、その先の王座獲得も見据えた。また動画の後半では、西谷大制とのスパーリングも映されており、そちらは YouTube で確認することができる。自信に溢れた未来の姿に、視聴者からは、ベルト取りますが聞けてマジで嬉しい。 熱い通しもやしてくれてありがとう。油断や慢心はせず圧勝してください。など、期待や応援の声が多く並んでいた。真夏の平本との決戦へ向けて、未来はどれほど仕上げてくるのだろうか。今後も追っていきたい。